国立霞ヶ丘が競技場陸上競技場は東京都新宿区の国立霞ヶ丘が競技場内にあった独立行政法人日本スポーツ振興センターによって運営される陸上競技場及び球技場改築のため2014年5月に閉鎖その後解体された一般には国立競技場または2019年春高の国立競技場と区別して 旧国立競技場と呼称されるが、ここでは、他の国立競技場施設との区別のため便宜場、国立霞ヶ丘陸上競技場、国立霞ヶ丘競技場と表記する。旧国立競技場の白黒空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成明治ジングル外苑、国立霞ヶ丘競技場を、 青山霊園のある一帯は、江戸時代には、青山市の大名屋敷敷地であった。明治維新を経た1886年に、敷地跡の北側に、青山連平城が設けられた。明治天皇法御後に、連平城に、明治神宮外苑を建設することとなり、その敷地の一部を用いて1924年に、明治神宮外苑競技場が設けられた。この競技場は、 陸上競技に広く使われ、第二次世界大戦中の1943年10月21日には、学徒出陣の総公会会場となった。1945年の日本の敗戦後、連合国軍最高司令官総司令部に接収されて、ナイル・キニック・スタジアムという名称で使用された。1952年の接収解除後は再び、 一般に開放され、明治神宮外縁部の管理下となった。1958年アジア競技大会と国民体育大会の会場とすることが決まり、1956年に明治神宮から文部省に譲渡され、現在も残る新設の競技場が整備された。競技場は1957年1月に寄港し、 アジア大会前の1958年3月に竣工した。フィールドは国産安通貨が利用された。同年アジア大会を開催し、翌1959年には東京国体のメインスタジアムとして陸上競技が開催された。その後1964年に開催された東京オリンピックのメインスタジアムとして使用されることとなり、 これに合わせて、スタンドの増築が行われた。東京オリンピック陸上男子1万メートル1958年からは、日本陸上競技選手権大会が開催されるようになり、2005年まで、断続的に会場として利用された。1980年から2001年までは、トヨタカップの会場として用いられた。1991年には、 世界陸上競技選手権大会が開催された。国立霞ヶ丘陸上競技場は日本を代表する大型スタジアムとして利用されてきた。ちなみに、同規模の5万人の監修を収容できるスタジアムは1924年会場の阪神甲子園球場を別にすれば、長らく存在せず、野球中心の屋根付き施設である1988年の東京ドーム。 陸上競技場では1994年アジア競技大会開催に向け建設された1992年の広島広域公園陸上競技場会場をまたねばならなかった2002年に開催された 2002FIFA ワールドカップの計画案においても国立霞ヶ丘が陸上競技場を会場として利用することが検討されたが国際サッカー連盟が要求する 会場仕様として、観客席の3分の2以上に屋根が仮設されることが条件に挙げられていたため、候補から外された。過去の大会では、1960年、ローマオリンピックのメインスタジアムであった、スタディオオリンピコや、1936年ベルリンオリンピックのメインスタジアムであったオリンピア・スタディオンのように、改装により屋根をかけた例もあるが、 予算等の問題から改装は行われなかった。ワールドカップ日韓大会の決勝戦は、横浜国際総合競技場で実施され、それ以降も大規模なサッカーの試合は、より観客収容人数が多く工業収入が、見込める横浜国際総合競技場もしくは、埼玉スタジアム2002で開催することが多くなった。FIFA ワールドカップのアジア地区予選も、 1997年のフランス大会予選を最後に行われなくなった。陸上競技の会場としても走行レーンが8レーンしかないことやサブトラックが400メートルトラックでないために国際陸上競技連盟の企画を満たさなくなってしまった。トラックを使用したマラソン以外の国際陸上競技大会としては1999年に スーパー陸上が行われてから2013年にゴールデングランプリ東京が開催されるまで久しく行われなかった。2013年の東京国体において国立霞ヶ丘が陸上競技場は計画段階で競技会場に含まれなかった。独立行政法人日本スポーツ振興センターが 管理団体になってからは、断続的に施設改修が行われており、また2000年代からは、音楽コンサートなどの利用も進められている。2005年に、単独のアーティストとしては初めてスマップが、コンサートに使用したが、この際には脱診してから、使用許可を得るまでに5年の期間を要した。その理由として、騒音問題、芝生などの施設管理といった、 競技場側の問題の他にも、スマップの講演内容、スタッフの対応、観客のマナーの様子等、総合的に厳しくチェックされ、5年間事故もなく、観客のマナーも問題がないことが認められるまでに、非常に慎重な審査を重ねた。2007年9月、ドリームズ・カム・トゥルーが使用に関する審査をパスして、コンサートを行い、2008年9月には3組目と、 なる嵐が、2012年5月には、史上4組目として、ラルクアンシエルのコンサートが開催されている。2日間で、最多人数の16万人の動員数を記録した。また、1日で8万人も、最多の動員数でもあった。さらに2014年3月には5組目として、女性グループとしては初めて桃色クローバー Z が、ライブを開催し、 二日で11万人を動員した。しかし、2010年の嵐の公演では、会場外で演奏を聴くために集まった多数のファンに対して、近隣住民から苦情が出たと報道された。また2014年には、ポール・マッカートニーが、日本国外のロック歌手単独で初となるコンサートが予定されていたが、体調不良のため延期大体の分を含めた公演を中止している。 コンサート以外のイベントとしては、2009年7月5日に、石原裕二郎の23回帰法要が開催された。1999年に、石原の菩提寺である、神奈川県横浜市の総持寺で営まれた13回帰法要に、大勢のファンが詰めかけ、寺院周辺が大混雑したため死亡地である、慶応義塾大学病院にほど近い。 国立霞ヶ丘陸上競技場を利用することになった。この法要では、トラック部分に総持寺の本堂を模した仮設の建物を用意し、主催した石原プロモーションの発表では、約11万7千人のファンが訪れた。2011年3月11日の東日本大震災では、照明灯の損傷や、通路の壁が一部で落ちるなどの被害があったという。 ちょうど初となる本格的な耐震改修を仕上げていた時期だった。また、この年までの工事でバックスタンドが増積された。2012年にはゴールドカラーと赤を用いた国立競技場のロゴタイプが新たに作成された。この年の震災補修工事では民主党政権野田義彦内閣の第三次補正予算における 東日本大震災復興予算からの流用疑惑が問題視された。2014年5月31日、さよなら国立競技場ファイナルフォーザフューチャーのピッチ開放をもって平常となった。このファイナルイベントの一部は TBS で生中継された。高さ制限や景観保護が行われてきた歴史がある。幻に終わった1940年の 東京オリンピック。メイン会場の候補としては、代々木連平城案や駄田谷の民有地取得案が、とんざ。そして、1937年の小委員会で、当初の計画でもあった、明治神宮外苑競技場の改築案で行くことが、確認された。しかし、建築家の岸田秀人は、ベルリン視察後、神宮外苑は、オリンピック会場の敷地としては、 狭すぎると気づき、12万人収容への改造となる、巨大スタジアムの建設に反対を表明、外苑の風紀、風致を害するとも訴えた。岸田のほか、内務省神社局の反対もあり、1938年4月、建設場所を駒沢にあった、駒沢ゴルフ場跡地へ変更することが決まった。しかし、日中戦争の選挙区悪化により、 同年7月にオリンピックの返上が決定。スタジアム建設も中止となった。戦後、1958年の国立競技場の建設の際には、ジングル外苑の聖徳記念絵画館側からの景観に配慮して、絵画館側バックスタンドの高さは7メートル91センチメートルに抑えた。明治ジングル外苑部の小玉91ラとの話し合いの結果で、 神宮球場外野スタンドの8メートル60センチメートルを参考としたものだった。1964年の東京オリンピックではメインスタジアムとして使用するためにバックスタンドを増設している。その中央部の一番高い部分は23メートル43センチメートルになった。なお、 2014年5月28日の新国立競技場有識者会議の配布資料によるとバックスタンド最上段のフェンス長部で地上から27.76メートルだがこれはフェンス部分が加わっているためであるまた照明塔の高さは52.32メートルである岸田は今度の計画でも主競技場を何とか10万人収容の線に 近づけようとすると、一方のスタンドを大きく張り出して拡張させたが、その最上部は、外縁内の道路の上に大きく覆いかぶさるような、ことになってしまった。それほどに、この敷地は狭いのであると述べた。2010年度の稼働日数は、計154日、挿入乗車数は89万4296人だった。また、2012年度の場合は、 三39日という報道もある。新宿シティハーフマラソン。国際大会としては、1958年、アジア競技大会にてけら落としだった。1964年の1964年、東京オリンピック、1991年の世界、陸上競技選手権大会の会場のほか東京国際ナイター陸上東京国際スーパー、 陸上競技大会に1966年から1999年まで一部年度を除き使用されていた。国内規模の大会では、日本陸上競技選手権大会、日本学生陸上競技対抗選手権大会、関東学生陸上競技対抗選手権大会、全国高等学校定時制通信制陸上競技大会、 全国小学生陸上競技交流大会に使われていた。日本選手権は、前身の明治神宮外苑競技場の時代である1925年から、終戦直後の一時期を除いて1997年まで、ほぼ毎年断続的に開催され続けたが1998年以後は、地方都市での開催に、ほぼシフトされている。また、1959年の、 第14回国民体育大会、東京国体周期大会のメイン会場として、陸上競技が行われている。またマラソンでは、東京国際マラソン、東京国際女子マラソンの発着点としても、使用された。東京議場を明確に、ホームグラウンドと歌うチームは存在しないが、サッカー日本代表及びラグビー、日本代表が、 国際試合を行うスタジアムとして定着しており、それぞれの代表チームにとってのホームスタジアムということができた。ただし、サッカー日本代表は 2002FIFA ワールドカップをきっかけに、横浜国際総合競技場や東京スタジアム、また埼玉スタジアム2002などのサッカー専用スタジアムが完成してからは、それらの競技場を利用することが多くなった。 一方で、ラグビー日本代表も近接する、秩父の宮ラグビー場が、ラグビー専用スタジアムであるため、そちらを使用することが多い。J リーグでは、東京技場を、ホームスタジアムとする、クラブチームはなかった。これは、J リーグの方針で、国立霞ヶ丘競技場にホームチームを置かないと、決めているためである。読売サッカークラブが、J リーグに参入する際に、 ホームスタジアムとすることを希望したものの拒否されている。首都圏周辺にホームタウンを置くクラブが集客の都合や観客の安全確保、スタジアムの増改築その他スケジュール上の不都合等の理由で、ホームスタジアムでの開催に支障がある場合、国立霞ヶ丘競技場や国立西ヶ丘サッカー場でホームゲームを開催することがある。 首都圏以外に本拠を置くチームでも過去に清水エスパルス、名古屋グランパスエイト、ジュビロ岩田などが主催試合を行ったことがある。東京都をホームタウンとする FC 東京、東京ベルディも毎年複数試合ホームゲームを主催していた。また、都外のチームでは、横浜 FC も2006年から2011年まで毎年利用していたほか、鹿島アントラーズ、柏レイソル、 バンフォーレ甲府、栃木 SC がホームゲームを開催していた。鹿島と栃木は本拠地スタジアム改修による大体地での利用であるが、甲府と柏は本拠地の収容数を超える見込みのある対戦時に使用していた。なお、甲府は浦和レッズ戦、柏は浦和と鹿島の試合で使用することが多かった。FC 東京は 東京スタジアムが竣工する前の2000年に J1 へ昇格したが、スタジアムがまだ建設中で、その他に J1 開催基準を満たした施設がなかったため、同年に限り当たり競技場を事実上の本拠地として、ホームゲームの過半数を主催した。被災時の代替地として使用されたこともあり、2004年10月23日に、 発生した新潟県中越地震の時はアルビレックス新潟の本拠地でもある新潟スタジアムでの開催が不可能になったことから30日の柏線は東京議場での振り替え開催となった。また、甲府も2014年の平成26年号雪の影響で本拠地である山梨中銀スタジアムでの開催が不可能となり3月1日の開幕戦である 鹿島戦を東京議場開催に振り替えた。東日本大震災の際は、鹿島が被災して使用できなくなっていた。鹿島スタジアムの代替として、4月23日の横浜 F マリノス戦と AFC アジアチャンピオンズリーグのグループリーグ3試合が、ホーム扱いで開催された。1993年の J リーグ開幕戦である、ベルディ川崎対横浜マリノスから使用されてきた。 東京議場の公式戦は、2014年5月6日、開催の J1 第12節バンフォーレ甲府 VS、浦和レッズ戦が最終戦となった。また、AFC チャンピオンズリーグ決勝を、中立地扱いとして行われたこともある。国立競技場の歴史より、1964年10月24日、第18回東京オリンピック閉会式、入場者数。 7万9383人1964年10月10日第18回東京オリンピック開会式入場者数7万4534人1982年12月5日関東大学ラグビー対抗戦入場者数6万6999人1958年5月28日第3回アジア競技大会入場者数 65,428人1985年1月15日、第22回日本ラグビーフットボール選手権、大会決勝入場者数、64,636人1958年5月29日、第3回アジア競技大会入場者数、64。426人1958年5月26日、 第3回アジア競技大会入場者数、64,236人1984年11月23日。関東大学ラグビー対抗戦入場者数、64,001人1977年9月14日。ペレッサヨナラゲームインジャパン入場者数、61,692人1989年1月15日。 第26回日本ラグビーフットボール選手権大会決勝入場者数61,105人毎年8月に開催される神宮外苑花火大会の会場の一つとなっている同大会に先立って行われるアトラクションは単独コンサートが許可される以前は本競技場における数少ないライブの機会であったため過去に多くの有名アーティストが演奏を行った 大規模競技場をコンサート会場として使用することは珍しいことではないが、東京競技場をコンサート会場として使用する機会は限られている。コンサート会場として使用する際には、天然芝の保護のために競技場スタッフによる厳しい審査をパスする必要がある。ただし、近隣住民への配慮から音を出すのを午後9時までとする規制があり、 これらの基準に合格したアーティストに限り使用が許可されている。コンサートリオは天然芝の保護という審査基準もあって年間一組のみ許可されていたが2012年はラルクアンシエルと嵐の二組がライブとコンサートを開催した。取り壊し直前の2014年には天然芝の保護という関連から審査が緩和されたため 三組のアーティストが開催し、締めくくりには特別イベント、さよなら国立競技場、ファイナルウィークジャパンナイトが開催された。その一方で、上記の音の規制などからコンサートを開催することについて否定的な見解を示すアーティストも存在する。例として、日本一の CD セールスを記録し、これまで数多くの大規模コンサートを開催してきたビーズが、 自分たちが求める音のクオリティでライブができないという理由から東京議場でのコンサート開催を見送っていると公言している。一部のチケット必書時ファンが場外から見えるビジョンや場外へ漏れる音楽を目的に周辺地域に滞留し問題視されることもあった。国立競技場労働組合を立ち上げ、後に場長になった中原久和は コンサートで稼げば稼ぐほど、文部省から補助金が減らされたとの弊害を2015年語った。新国立への建て替えでの開閉式屋根の必要性として、ある調査では、コンサート騒音を心配する地元住民が85%に達した一方で、神宮外苑の半径400メートル以内には、民家自体は少ないという近隣住民の意見もある。 東京議場における公演の歴史グラウンド面にまで観客を収容して行われたライブコンサートのみ記載するすり鉢状の競技場。下部の客席勾配が17度で中ほどが22度、25度、26度、27度と急勾配にし、最上部が28度に設計されたとも言われるトラック8レーンを有する日本陸上競技連盟公認第一種。 陸上競技場であった。会場時のトラックの材質は、厚さ3センチメートルのアンツーカー、三原山の火山砂利に、石炭柄を混ぜた2センチメートルの層、弾力を持たせるための厚さ2 5トルの大粒の火山砂利、厚さ3 0トルの岩石の層でなっていた。日本陸連の 第一種競技場として登録されるには、規則上一周400メートルの補助競技場を併設することが義務付けられている。東京競技場にはそのサブトラックがないが、東京都営の東京体育館の付属陸上競技場を事実上のサブトラックとみなし、第一種トラックとして登録されている。ただし、 東京体育館陸上競技場は、直線コースは100メートルあるものの、全周200メートルしかない上に、コースが5レーンしかない。なお、近接地、渋谷区にある、代々木公園陸上競技場も、東京技場の事実上の補助競技場と位置づけられている。都内においては、2012年に、都営の味の元スタジアムの隣接地に、西競技場が竣工し、 唯一第一種競技場の直接的な補助競技場が整備されている。日本陸連の風間明事務局長の2014年の発言によると9レーンは必須条件ではなく8レーンでも国際基準は OK だが最内枠の1レーンは使用頻度が高くてコースが荒れやすいため2レーンから使うのが好ましいという。ただし、代々木公園陸上競技場と 国立競技場は距離的に離れているため、1964年、東京オリンピックの開催時には明治、神宮野球場に付帯した南式野球グラウンドに仮設のトラックが開設され、選手の練習やウォームアップに利用されていた。1991年の世界陸上東京大会も仮設サブトラックを使用したという。この開催に際して、 前年の1990年に、レオタンアルファエンボスに改修された。2006年には、1レーンのみ、表面のオーバーレー施行された。グラウンド内のメインスタンド北側寄りにあるポールは、小田ポールと呼ばれ、小田ミキオが三段飛びで、日本人初のオリンピック金メダルを獲得した、アムステルダムオリンピックでの記録、15メートル21センチメートルの高さで建てられていた。 このオダポールは当初固定式だったが、2005年に改修され、取り外しが可能となった。日本陸連の調査広明顧問も、国立競技場は、陸上競技では、ほとんどの場合、向かい風になるという欠点がありますと指摘し、同事務局長の風間明も、ショートトラックの向きに関しては、同様の認識を示し、 貴賓席に西日が当たるためトラックの向きを変えることはできないという噂もあるとも言った。逆に強い風が吹かない印象があった。風が回ることは滅多になかった。最高に使いやすかったというアスリートの声もある。フィールドより大型画像モニター側の青とオレンジのスタンドを望む当初は寒冷期には芝がべて枯れ、ピッチコンディションの悪さが指摘されていたが、 1989年より芝生の二毛作により年間を通して青い芝を保つようになった。国立競技場の HP ではこの間の海外選手の苦情や芝生の塗装改良の試行錯誤が記述されている。聖火台スタンドの形状は4階建て大円形スタンドとなっている。この形状のためラグビーの試合ではしばしばラインアウトでの ノットストレートの反則を取られることがあり、テレビ中継などでまっすぐに投げ入れることが難しいと解説される。1958年の竣工当時は4万8000人の収容人数だったが、1963年には翌年の東京オリンピックを控え、バックスタンドを中心に大幅拡張され、7万1328人収容の大スタジアムとして生まれ変わった。 1964年10月10日のオリンピック、開会式の観客動員数7万2000人が、国立霞ヶが丘陸上競技場の最多入場者数である。その後1980年の改修では、約6万2000人収容に減少した。これ以降の入場者数は、キャパシティ一杯でも6万人前後で推移していたが、その後の改修が進むにつれキャパシティは縮小している。 2005年9月から複数年の予定でスタンドの改修工事が行われた。まず最初の段階で収容人数は6万57人から5万5903人まで縮小された。この改修で座席スペースの拡張や背もたれ、カップホルダー付き座席の設置及び記者席の機能強化が図られた。スタジアムのキャパシティは5万339人にまで。 縮小された。その後、2011年まで実施した、耐震工事の際に3885席増加し、計54224人となった。屋根は、メインスタンドの一部にのみ設置されている。代々木門エントランス下には、国立霞ヶ丘競技場体育館が、道門側サイドスタンド下には、国立霞ヶ丘競技場室内水泳場がある。 メインスタンド下には、秩父宮記念スポーツ博物館、秩父宮記念スポーツ図書館、日本体育施設協会の事務局が設けられている。オリンピック開催当時の電光掲示板、大型画像モニターのアストロビジョン、その左側には、サッカー用45分計、文字盤のないアナログ時計照明施設は、バックスタンドに照明等4機、メインスタンドの照明は、 屋根の先端部に内蔵されている。視聴覚装置は、千田が山によりサイドスタンドに、大型画像モニターが設置されている。国立競技場となった際に上部のみ、電光表示を可能としたスコアボードが設置され、オリンピック開催に合わせて大型化、及び全面電光表示化の改修が行われた。1991年の世界陸上開催を、 ケーキとした回収で、松下電気製、アストロビジョンを設置。その際に、オード経過に、トヨタ自動車の広告が入ったが、現在は、撤去されている。中央門、北社門、駄田ヶ谷門とマラソン門、北一門、北二門と、北三門、北四門、青山門、南五門から、南二門まで、南一門、泳ぎ門、南社門。以上。 公式サイトの見取り図では16の名称が確認できる。メインスタンドの屋根付き部分の両端には相撲の神であるノミノスクネとギリシャ神話の勝利の女神であるニケの壁画が描かれていた。無事で地味だった国立競技場の壁は1964年のオリンピック開催に合わせて華やかな壁画が設置された。メインゲートには東京オリンピックで 金メダルを獲得した319名を刻んだ名盤が設置されていた。聖火台など以下のほか三段跳びの織田三希夫を記念した織田ポールもあった。また、敷地外には、クーベルタン断尺石碑、加納寺五郎石碑があった。壁が13点その他高さと、直径2.1メートル、重さ2.6トンの聖火台は、 埼玉県の川口市の芋の職人の鈴木万之助が引き受け、鈴木の死去後、三男の鈴木文吾が完成させた。表面の模様は波を表している。聖火台は1967年のユニバーシアード大会以降は使用される機会がなくなった。わずかに1972年に行われた札幌オリンピックのための聖火受け入れイベントの際に一時、 使用されたのみである。そうした中、1978年に行われた8、各国対抗陸上競技大会の開会式では、久しぶりに、本格的に、聖火台が使用されることとなったが、点火10分後に、突然、プロパンガスが大爆発。爆発により、点検口の蓋が飛んだが、本体は頑丈ないものせいであったため無事、怪我人も発生しなかった。 宮城県石巻市に復興のシンボルとして対応されていた旧国立の聖火台には2016年3月6日牛の糞から生成されたバイオメタンガスを燃料にした聖火が灯された2020年東京五輪での再生エネルギーを用いた聖火リレーの実現を望むただち東北大大学院農学研究科准教授らのチームによる実証実験 なお、国立競技場のザハハディッド案では、聖火台は、競技場外を想定していたという。解体される前の本競技場のメインスタンド下には、トレーニング施設が整備されており、中学生以上は、一般利用が、常時可能であった。また、スタジアム利用がない日には、通常のトラックや、スタンド下に整備された一周650メートルの、回廊走路も利用できた。 メインスタンドには、貴品席や記者席などが用意され、スタンド下には、室内練習場や会議室もあって大会時には、選手控え室や記者会見場に利用されるが、近年に整備された各スタジアムと比較すると古くて、手狭であった。競技場のスタンド下から、トラック内部へは、選手用の地下通路があったが、現在は利用されていない。ここには、 東京オリンピックの際に、女子選手も使える立ち小便器があり、女性でも立って、用を足す文化の国の人のために1962年に設置。1964年の東京五輪では、ソビエト連邦の砲丸投げ選手が使用した。聖火台下などのバックスタンド上部は、メインスタンドよりも高く、高天寺を除けば競技場の西側にある NTT。 どこも代々木ビルや新宿新都心地区の超高層ビル群がメインスタンドの背後から眺められた。以上の各施設については秩父の宮スポーツ博物館と合わせて随時見学ツアーが開催されていた。青山門東京都新宿区霞ヶ丘町10番2号東京オリンピックで賑わう品の町駅東京都心部のスタジアムとして 大きな輸送力を持つ多くの鉄道路線が利用可能であり高い利便性を持っている入場門によって最寄り駅が異なるこれらの駅はコンコースの拡張や臨時改札の設置などで試合終了時の観客輸送に対応しているが神宮球場でのプロ野球等と重複した場合には一時的な滞留が起こる場合もあるまた大ターミナル駅である 新宿駅へは JR と都営地下鉄で4から6分程度のほか、徒歩でも40分前後で移動できる。国立霞ヶ丘が競技場では一般観客が利用できる駐車場は用意されず、周辺地域でも駐車場は少ない。青山門の東側にある明治神宮絵画館前、駐車場は団体バスの利用が可能で、 駄田谷駅西側の首都高速高架下にも駐車場が整備されているが、5万人のスタジアム規模に見合う台数ではなく、来場者には公共交通機関の利用が呼びかけられている。道路交通としては、以下の道路がスタジアムに近い。消防は東京消防庁四谷消防署の管内に置かれている。東京オリンピックの開催にあたっては、内外の要人。 品格輸送のために、首都高速道路の建設が急がれ、開会の2ヶ月前に、外苑で入り口が完成し、東京国際空港からの路線が開通した。道バス停は、代々木門が、最も近いが、輸送力、運行回数ともに、上記の鉄道路線よりも少ないため、積極的な案内は行われていない。国立競技場は、もともと、 第3回アジア競技大会に向けて建設された。建物のサイズは増築スタンド部分を含めて約205メートル約252メートルだった。旧国立競技場にあった聖火台と1964年東京オリンピックのメダリスト名を刻んだ壁は保存される予定となっている。旧国立競技場にあった聖火台は2019年3月まで 宮城県石巻市に展示され、その後は岩手県と福島県へ貸し出しが行われた。2019年10月から製造地の川口市で再び展示されている。熊は2016年2月時点で、旧国立の壁画のうち、のみのスクネとニケの2点を入場口に設置する移行であることを表明している。スポーツ公式戦最終イベントとなったアジア5。 過国対抗の日本対香港戦で日本代表はワールドカップ出場を決めた。新国立競技場建設のため既存の国立競技場は解体されることになり、日本スポーツ振興センターにより南北に多くに分けて入札が行われることとなった。1回目の入札では入札に参加できる資格が 建築一式工事1190点以上の資格を有するものに限られた。北高区、西松建設、南高区、安藤、真、藤田、日保の中堅ゼネコンが入札に参加した。1回目の入札は2014年5月29日に開札されたが、すべての入札価格が予定価格を上回り部長に終わった。2回目の入札では、 入札に参加できる資格を建築一式工事1190点以上の資格を有するものに加え、飛び、土工、コンクリート工事950点以上の資格を有するものにも文句を広げた。日本スポーツ振興センターは2回目の入札で各工区の予定価格を大幅に引き上げた。これに対し、藤村が調査の協力に応じた。 その後8月19日に JSC 調査部会より伝えられた結論は完成談合はなかったであった。この結果に対して藤村は弁護団を結成8月28日内閣府政府調達苦情処理対策室に苦情処理申し立て書を提出9月10日内閣府政府調達苦情検討委員会により申し立て書きが受理された。 内閣府政府調達苦情検討委員会は審議の結果 JSC が入札書及び工事被内役所の提出期限前に工事被内役所を順次開封していたこと並びに入札者が提出した工事被内役所の開封と並行して予定価格の決定にかかる関係調達機関内部の手続きを行っていたことは調達過程の公正性及び公平性並びに 入札書の秘密性を損なうものとして、契約を破棄し、新たに調達手続きを行うよう提言した。これにより2回目の入札による契約は破棄された。一連の経緯は、第187回臨時国会参議院、予算委員会において取り上げられ、民主党、連邦議員により、下村文博文部科学大臣、日本スポーツ振興センター公の一郎理事長に対し、 談合疑惑の追求がなされた。これに対し、河野一郎理事長は、漏れたとは考えていない、捜査事実はないと平然と答え、さらには、改札前に、各業者の応札価格を認識した事実を、連邦議員に指摘されながら、内部関係者への聞き取り調査さえ、していないと開き直った。河野一郎理事長は、最終的には不手際を陳謝、聞き取り調査もせずに、 団合の事実はなかったと判断したことを認めた。また、連邦議員からの調査要請に対し、下村博文文部科学大臣は、団合が疑われたので警察庁に通報したと、答弁した。また、同議員から、団合防止のための、第三者管理機関創設の考えを問われた、安倍晋三内閣総理大臣は、今回は警察に調査を依頼していると述べた。 下村博文文部科学大臣、安倍晋三内閣総理大臣の答弁を受け、警視庁、捜査2課が調査に動くという異常な事態に発展した。3回目の入札は2014年12月2日に改札され、北高区は藤村が再び特別重点調査の対象になるが、日本スポーツ振興センターより契約の内容に適合した履行が行われると、 認められたため落札。南港区は関東建設工業が落札した。当初2014年7月から始まる予定だった解体工事は日本スポーツ振興センター2月下旬と工事開始が大幅に遅れることとなったが契約後期通りに無事完了した。なお、解体工事で発生する有価物について1回目、2回目の入札では特に 制限されず、試工業者が自由に処分できるとの条件であったが、3回目の入札時には、有価物は別途売り払うこととされ、2015年2月の入札により、藤村が2億4736万7千円で落札した。この発生剤売り払いは単価契約とされ、各金属ごとの単価を発生前に入札する異例ずくめのものであった。 この記事は以下のカテゴリでも参照できます名勝負。国立競技場物語に関するカテゴリ緊急性中継。さよなら国立競技場に関するカテゴリありがとうございます。